コンスタンサでアラゴン・カスティーレは、アラゴン王アルフォンソ2世と、王妃チャの長女。ハンガリー5名、コンスタンツア、ドイツ5名、コンスタンツェ・ホン・アラゴン、イタリア5名、コスタンツァ・ダラゴーナ。1198年に、ハンガリー王・イムレと結婚した。二人の間には一男ラースロー3世が生まれた。イムレは1204年に死去し、ラースローが幼くして、王位を継承したが、 翌1205年に、イムレの弟アンドラーシュ2世によって廃位された。コンスタンサとラースローは、オーストリア公、レオポルト6世のもとへ逃れたが、間もなくラースローは死去し、コンスタンサは、アラゴンへ帰国した。後、1209年に、シチリアをフェデリーコ1世と再婚し、その最初の日となった。フェデリーコは1215年に神聖ローマ皇帝、フリードリヒ2世となった。 フェデリーコとの間には一男ハインリヒが生まれた。ハインリヒは、コンスタンサの生前に、ローマ王位につけられていたが、コンスタンサの死後の1235年に反乱を、起こして敗着され、1242年に、アプーリアに護送される途中で、山中の崖に闘神自殺を遂げた。コンスタンサが二人の夫それぞれとの間に設けた、息子たちはいずれも、着男として生まれて、 不幸の後継者とされながら、終わりを全うすることができなかったことになる。ありがとうございます。